皆さんこんにちは、ちくまの話題、宮坂です。峰村です。今日は白鳥園に来ております。はい、朝早いです。朝8時はい、ちょっと眠くてなんとか起きてきました。今日はどうしましたか。これ4年ぶりに、はい、ちくま川ハーフマラソンが開催されるということで、はい、待ってました。大きなイベントができるということなんですけど、 第4回から開催されたのかと、今回は第8回と。そう、コロナで中止が相次いでね、そうしまってっていうのがあって、第4回やって中止になって、今回第8回で 4年ぶりの開催ということで。なるほど。はい、まあ、今日はね、そんな久々の開催ということもあって走るんですか。僕はちょっと準備してきました。走りません、もうこの人殺したので、はい、今日はまあ久々の開催ってこともあるんで、はい、1500人近くのランナーの方がご参加いただいていると。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ多分ね、県内外から、うん、遠方から来てくださってる方もいると思うんで、はい、あのぜひ楽しんでいってもらいたいなと思ってます。はい、この千曲川ハーフマラソンのなんかポイントっていうか、うん、そういうのなんかあるんですか。あるんですよ。まあ、千曲市ならではのね、うん、このやっぱポイントがね、うん、いくつかあって、まあ、3つあります。はいはい、まず1つ目、はい、アップダウンが少ないから、うん、初心者の方でも楽しめるコースと、うん、ああね。で2つ目、はいはい、千曲川と山並みの壮大な自然を感じながら走ることができると、うん、これもね、やっぱ他のマラソンでもなかなかない、やっぱ川沿いを走る、うん、そうだね、ところがあるし、あとやっぱ山に囲まれてるじゃん、地形的に、うん、両方ね。そうだから、やっぱこの川の自然と山のこう山並みとね、うん、まあ、温泉もね近くにあるから、そういう景色を楽しみながら走ることができると、これが2つ目のポイントです。で3つ目のポイント、はい、3つ目のポイントは、ちょっと今も話をしたんですけど、走った後はここの温泉に浸かって疲れを癒すことができると。お、これはね、参加した方には温泉の、無料入浴券がもらえるんです。お、いいですね。これですね、あの市内のこの辺のね、うんうんうん、日帰り入浴施設です。もうもちろんここ白鳥もそうなんですけど、うん、ゴールのね、ここでもうすぐ入ることもできる。他の近隣の、温泉のね、日帰りの温泉のところも協力してくれてて、好きなところ選んで、うん、入れるということで、日曜日だけどさ、うん、また次の明日、来週頑張れるというね、うん、このリフレッシュになるというね。これはやっぱ千曲市ならではの特典というか、この3つのポイントが千曲川ハーフマラソンのポイントだと、はい、いうことですね。はい、千曲川ハーフマラソン行きましょう。 GO! はい、元気ですね。ちなみに今日どこからお越しですか。今日は、私は松本からで、松本、はい、私は長野市、長野市、私も松本から、松本から、うん、ありがとうございます。いえいえ、普段マラソンとかされてる。今日、私全員初めてで、今日この日のために、はい、そうですね、それぞれカメラに向かって意気込みをちょっと頑張って乾燥します。頑張ってください。ありがとうございます。私もなんとか3時間以内で完走したいです。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。完走するぞ。なんて言いました。なんて言いました今。なんて言いました。完走したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頂上女子総合
第1位記録1時間22分3秒臼井夏実殿。1位入賞ということで、総合優勝、総合優勝、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。いかがでした？走ってみてコースのパスとかって。いやー、まあやっぱ今日はやっぱ特に風吹いてたと思うので、そこら辺はすごいきつかったんですけど、まあコースも結構堤防から降りたり下ったりなので、まあきつかったですけど、それでもやっぱ地方の大会にしては、すごい応援の皆さんがすごい、しかも河川敷の来にくいところで皆さんが来てくださったので、っていうのはすごい力になって、すごい楽しいレースでした。はい。ちなみに今日どちらから来られたんですか？須田かしです。はい。普段からこういう大会っていうのは？あ、そうですね。ロードレース出たりして、はい。はい。いや、もちろん。はい。なるほど。もちろん。じゃあ自分でなんかこう事前に調べて帰りたいものとか調べて。あ、そうです。来た通知のところに、温泉の魅力ってその、こういう温泉ありますみたいなって、あ、ちょっとそうだなって見ながら。はい。実際こうやってランナーの方も、本当に楽しみにしてきていただいているということで、我々としても嬉しい限りです。いやもうすごい楽しみにします。またね、来年ぜひあればまた参加していただいて、はい、結構ぶっちぎりの優勝だったんで、ちょっと我々も準備しきれてないという実は。いや本当に素晴らしい。また来年よろしくお願いします。ぜひともちょっと解説していただければ、そうでもなくすごい出たいと思います、はい。ちなみにハーフ、千曲川はハーフ初めて。あ、初めてです。はい。じゃあぜひ、また来年も。あ、そうです。いただければと思います。はい。ちょっと楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。女子の1位ということで、はい、お名前を教えてください。はい。臼井夏実です。はい。臼井さんは、出身は？出身は山の内町です。今日は、どちらの山の内町？今日も山の内から、はい。はい、いかがでしたか？チクマシのコース初めて知られました？そうですね、チクマハーブ初めてです。そうなんですか？どうでしたか？そうですね、堤防のコースで結構風も強くてちょっとどうなるかなと思ったんですけど、はい、向かい風は少しペースを落としながら追い風でまた上げていくっていう感じで変化つけながら、はい、やっぱこう走りながら計算して。そうですね、やっぱり一人の時間が長かったので、はい、やっぱりそういうところ火がつけていかないと苦しいレースにはなるかなと思ったので。普段はこう堤防道路走ったりとかっていう。まあ、そうですね、地元の方でも結構堤防で走ることが多くて、似たような感じですごく走りやすい、楽しかったです。普段から練習はされてる？普段もそうですね、走ってます。あ、これでじゃあ温泉に入って帰られる。あ、そうですね、はい、地元の方に戻られて。わかりますね。ちなみに来年もあったら出てみたいとは思いますか？そうですね、来年先週も長野県縦断駅伝を走ってるので、はいはい、いい調子で1週間後っていうのもちょうどいい感じのところなので、来年も期待と思います。1週間後でも平気ですか？そうですね、割と縦断駅伝も区間は3キロ弱で短いので、あ、まあ、スピードを上げて翌日距離走っていう感じだとちょうどいいかなと。またゲストランナーということでお越しいただきましたけど、はい、走ってみてどうでしたか？そうですね、千曲川の、ね、大洪水の映像を最後に見てから、はい、こんなに回復されて、今日穏やかな顔を見ながら皆さんと、ね、走れてとっても気持ちよかったです。ちなみに今日結構ランナーさんお話しすると風が強くてなんですけど、そうなんです、そうなんです、堤防なので風を抜けるし、はいはいはい、走る時って風影響あるんですか？あるんです。天気も気温もバッチリなんですけど、風が今日強かったんですけど、やっぱこう集団の中で走ると割と風よけになるんですけど、単独で走るともう全部風よけちゃうので、堤防の風を全部今日受けて皆さんに知られたと思います。そうですね、堤防のちょっと悪いところが出ちゃったかなって。でもやっぱり景色も最高ですし、あの人もいいし、あの千曲川ハーフマラソン全体を通して、はい、ちょっとどんな感じの今日は大会でしょうか？そうですね、やっぱりこう終わった後に温泉があるっていうのが皆さんすごく楽しみにされてることでもあると思うので、
ので、はい、そのスタートからゴールまで終わってからまで皆さん楽しめるみたいだと思います。これからだね、楽しい、ね、これからが、そう、これからなんですよ。ビール飲んで多分皆さん温泉入ると思います。あ、そうですね。いや、そこまでセットで楽しんでいただけたら。そうなんです。はい、じゃあすいません、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ということでね、ちょっとあれだね、人がいっぱいいたりしたんでね、ちょっと寒くなってきたし、市役所に戻ってきました。すいません。はい、ということで、千曲川ハーフマラソン、4年ぶりの開催ということで、はい、かなりの方々が、ね、まあ楽しそうにしてたね。まあ、走れてるのを見えてよかったのかなと思いましたけども、うん、まあこれからまた。第8回なんでね、うん、これからどんどんこういうイベントがついていけばいいななんて、ね、まあまあ本当にね、やってる方とみんな仲間内でね、うん、楽しくやろうよみたいな、いろんな楽しみ方してる方々がいたので、うん、それもいいね、ああいう大会で見れるならではの光景というか、うん、走り納めというかには、うん、まあいい時期なのかなと、そうだね、思うんで、また来年もね、やった時には皆さんちょっとまだどっかあるのかななんて、最後どっかで走りたいなっていうので、千曲川ハーフマラソンぜひ参加してみて、探して、うん、温泉で体を癒して一年の疲れを取ってまだ1ヶ月あるけど、あるけどね、1ヶ月あるけど、まあいい年末を迎えるためにね、うん、楽しむイベントとして活用していただければと思いますね。ぜひいろんな人にまた来年も来ていただければなと思います。はい、この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。